危ない犯罪者だぞ。え？怖っ。おい、じいちゃん、終わるぞ。え、怖い。おはよう。おはよう。ヨジョ君早いじゃん。朝ね。おう。はい、みんなおはよう。俺からは今日特に連絡ないんだけど、一個ちょっと朝から嫌なニュースが、耳に入ってきました。サッカー部で、盗難事件がありました。で、まあ、部室で管理してる部費の中で、まあ、ロッカーから1万円が盗まれてました。で、まあ管理、鍵の管理とかはしっかりしてるから、まあ、多分サッカー部のやつがやったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、なんか情報知ってるやつがいれば俺に教えてください。以上です。あ、そう、ちょっと吉野話したいことあるから、この後職員室来て。あ、終わりました。あ、そうだ。次の、ダンデライオン戦。はい。お前、巻いてこばっかりだから。ちょっと、お前、一列前で使おうかなと思って、トップした。はい。で、まあ、そこで、いつも通り、お前が自由なの、自由にやっていいから。はい。まあ、ちょっとそれだけ伝えに来た。あ、わかりました。あ、そうだ。あと、部品の鍵？はい。部品の？はい。部品。あ。あれどうなってんの？どうなってるんですか？まさか、まあ、お前じゃないよな。いや、何言うてるんですか？まあ今ね、さらっと俺にちゃんと言ってくれればね、全然許してあげてもいいんだけどね。ねえ、吉野くん。ねえ、お前じゃないよな。いや、僕じゃないですよ。大会長っすよ、今。まあね。ねえ、今、ねえ、僕でした、言うてくれたね。全然俺は許してあげてもいいんだけどね。ねえ、うん。まあまあいいや。とりあえず、次の試合、トップ下で使おうと思ってるから、それだけ。ね。うん。終わり、それだけ。いいっすか？うん、もうちょい。よし。よし。
はい、じゃあ生物の時間始めていきまーす。吉野くん、お金取る人ってどう思います？え、こいつ何？急に何？もしかしてバレてる？見られてたってこと？確かに俺が朝唯一顔合わせたのはこいつだけやから、バレるとしたらこいつか。いや、まさかそんなことないよな。こいつ正義感強すぎるから犯人探したくて俺に聞いてきてるだけか。いや、多分そうやろ。いや、絶対そうや。何を焦ってんねん、俺は。どうしたの、急に。ましてや、チームメイトのお金取る人ってどう思います？え、こいつなんや、なんか確信持って俺に聞いてきてない。全てを知ってるやつの聞き方してきてない。もしかしてバレてる？いや、でも俺がいつもやんちゃやからカマかけてきてるだけっていう可能性もあるよな。チームメイトの金取るやつとかも終わりやろ。まさか吉野くんじゃないっすよね。なんなんこいつ、怖い、怖さまである、目が怖い。もしかして朝見られてたんか。いや、でも俺何回も周り確認したさ、誰もおらんかったよ。絶対カマかけられてるだけや。大丈夫大丈夫、落ち着け俺。いや、俺じゃないよ、そんなの。俺大会中やね、今お前問題起こしたらどうなんねん、お前。わかりました。あ、俺バレてるかもしれない。こいつもしかして全部見てたんか。全部を見てた上で今俺のこと泳がしてるんか。あかん、ほんまに怖なってきた。これバレたら俺いろいろとやばいぞ。どうしよう。いや、ここで返してもな、どうせ怒られるしな。今日ゆいちゃんとデートやからカッコつけないんよな。1万あったらだって牛角で高いホールコースおごれるもんな。ほんで帰りにそのお釣りで結構スマートな感じでなんかスタバどれ欲しい言うてパッておごってあげれるもんな。高校生で女の子にスタバおごれるだけでモテるもんな。うわぁ、どうしよっかな。そちらを紹介したいと思います。情報をお伝えいたします。犯人の特徴は身長が177センチ、やや長髪、サッカー部です。俺やん、特定されてるやん。自覚がある犯人の方は放課後会議室でお待ちしてます。お前犯罪者だぞ。え、怖っ。おい、人生終わるぞ。え、怖い。会議室来たらエロしたんで。キーや、これでおもねラジオ終わります。完璧に特定されてるやん。先生、ラジオ聞きました。聞いてた聞いてた。てか、お前めちゃくちゃ犯人の特徴分かってんじゃん。特徴っていうか、犯人分かっちゃったんですよね。知ってる？分かっちゃったっていうか、ずっと知ってるんですよね。そう、まあ、俺も知ってんだよ、犯人は。せーの、吉野。そうだよね。いや、そうだよね。先生、そうだよね。そうだよね。だってあいつ俺朝2人で喋ってんだけど、めちゃくちゃ動揺してたもん、あいつ。そうだよね。そう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 、僕も朝いつも掃除してるんですけど、めちゃくちゃ早い時間に吉野くんが来てたんですよ。そうだよね。それってそうだよね。せーの、そうだよね。そうだよね。そうだよね。急に食べ口じゃん。
そうだよね。そうだよね。だから吉野くんなんですよ犯人。いやそれ知ってるよね。で僕も見ちゃったんですよね。もうお金取ってるところを。あそこ見たの？もう見ました。それを銀行犯行かなかったそこ。ってことはそうだよね。あんたはどんなボールでも魔法にかけたよな。あんたのトラップで何人の選手を騙してた。ああ、もう分かった。もう分かった。いい。